レバ包丁だよ、これしょうがない。もうこちらじゃじゃーん結構どうですか、でかっ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ボンボンクラフトのお時間でございます。今日もね、張り切ってボンボンタウンを、夢のある感じで作っていこうと思います、はい、よろしくお願いします。で、こちらはですね、ジャジャン菊池が毎回ゲストをお招きして、そしてタウンを作っていくという企画でございます。まったりやっていきたいと思いますけど、いやー、前回 1,2,3 そうですね、やってきましたけどまだまだ全然タウンになってないんですけどね、まだだって剣しかないからね。はい、伝説の剣しかない。タウン感ゼロですか今。タウン感がないんで、ちょっとタウン感出していきますから。そうですね、そうですね、出しましょう。それでは早速、はい、タウンとは呼べないタウンの世界に行きたいと思います。はい、入りましょう。レッツゴー。ゴー。これはたかしの後頭部ですか。これ何ですか。そうですね、僕の耳です僕の左耳です。現在映ってるのが高橋さん越しの、町のシンボル、シンボル伝説の剣でございます。で、その後ろその後ろから怖いわジャジャン怖いわ後ろ、ジャジャンでございます今回はですね、タウンですから。そうですよ。もうちょっとね、こういうものじゃなくて、実際の建物を作っていきたいと思います、はい、はい。まあ何があれかな、最初に建てるものっていうと、街にあるもの、やっぱり、駅だと僕は思うんですよね。駅ね、やっぱ道とか線路とか、その交通手段っていうのは絶対に必要ですからね。まずないとね。よし、OK、 駅作ろう。はい、はい、決まるの早ちょっととりあえず真ん中を調べますね。このもうやっぱりど真ん中に、そうですね、駅の入り口が、もう置いてった方がいいかな。あ、置くか、置く、ちょっと一旦置きます、ここ。はい、こっちから、こっちから来た方がいいですよね。そうだね、そしたらもう絶対間違えないんで、もう後で壊すことを前提にして。そう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 、壊さなくても別にいいよね。あ、もうなんか そういうやつみたいな。道作ろう。あ、もう道ここに一本。あ、そうしよう、そうしよう、細くてもいいから一旦ね。そうそう、一旦道作っとこう、ね、うん。じゃあここ大通りですよね。大通りですね、ここメイン多分、ね、メインじゃないから広場だもんね。そうだね。じゃあ何マス、5マスぐらい行ってみます、ところで。はい、 OK、 いいですよ。よしよし、ここに、では駅 を、ね、駅を作りたいと思います。すげー。はい、駅ってどういう駅を想像しますか。本当はでかいのやっぱり作りたいですね、本当はね、本当はしっかりとしたでっかいの作りたいけ ど、ちょっとお時間もありますから。そう今回作れるとしたら、はい、まあもうくぐるだけでそう、ゲートだよねそうそ そうゲート、とりあえずなんか改札的なの欲しいですから、なんか作れたら。やっぱね、レンガがいいっすよね、レンガが、赤のレンガね、そう赤レンガで作りたい。じゃあここからもうとりあえずこう壁作っちゃう。そうですね、そうですね。よし、作ってみよう。東京駅ね、それです、完璧。もう東京駅のあの感じねそうそうそう、ちっちゃ俺らの思う東京駅ちっちゃちっちゃい。もうしょうがない、とりあえず今回はね。東京駅とかすごく最初の時、もう俺迷ったな。いやー、そこはもう、てかいつ行っても、まあ、未だに迷いますよ、たまに。で、結構、やっぱ東京駅とかって、まあ今、新宿もそうなんだけど、そのなんてリニューアルが早いというか。あ、早い早い。お店とかね、すぐね、新しい改築、その増築改築されて、その改善されてってるから、なかなかね、全然覚えられなかったな。いいんじゃない、これでいいか、頑張ってる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 、街になってる、東京駅といえばってなんかある。東京駅といえば、なんかよく見るのが東京バナナ売ってません。あー、お土産ね。そう、俺東京ってかこっちに住んでるから食ったことないですよね、あれ。あー、はいはいはい、あります。ある、絶対ある。マジですか。絶対食ったことある。やっぱね、田舎もんからすると、あれなんですよ、やっぱ行ったっていうね、自己主張ちょっとしたいわけよ。東京行ったよみたいな、行ったきたよ、僕行ってきたんだよっていうのをちょっと言いたいわけよ。そうすると、それが入ったお土産を渡すのがやっぱ一番ね、いいわけよ。伝わりやすいです、あ、なるほど、そこもドーム型になってるわけね。え天井がね。そう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 、いいんじゃない、これ、ほら、いい感じでしょ。いいよしです。いい、うわ、どんどんできてきてる、なんかぽい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 、わ、すごいぽい。なんて、マイクラ達人からしたらさ、なんてクリアレベルが低いというか、まあ、あるだろうね、目標レベルが低い2人なんだ、実にあるだろうね。これで満足してるのっていうあれかもしんないけど、
僕らにとっては本当に、うん、ね、いいもんね。全然いいですよ、これ。わあ、いいなあ。うわあ、出たー、ケン。すげえ。うわあ、いいわ。あ、いいね、その窓。いいじゃないですか、これ。これいいでしょう。完璧だよ。改札的な、あ、ゲート作りましょうじゃん。ゲート作ろう、真ん中に。よし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 。金床にしましょう。うん。金床改札っぽいですよ、なんかこれ2個ぐらい並べれば、こうやって。改札っぽい。あと2個ぐらい入れよう。横にじゃあ。あ、入れる。あ、入れた入れた。ゲートは欲しいな、ゲートは。おー、開いた。いいじゃん、これで。自分で閉めなきゃいけない。改札なのに。しかも横から行けば、横から行けちゃうって。さあ、それでは、はい、僕らの町の第1号の建物ですね、はい、オブジェじゃなく建物が完成しました。僕らの東京駅でございます。ボンボンステーションですね。ボンボンステーション、いいね。それでは早速見ていただきましょう。こちら、3、2、1、じゃじゃーん。これは裏からですね。これは裏ですね。裏からですね。こちらが、あそこに駅員さんがいますね。はい、ちゃんと切符持ってますか。切符持ってますよ、ちゃんと。首振って駅員さんがいます。全部チェックしてますから、こうやって通ってみたいと思います。駅員さん、どうも。はい、ちゃんと切符持ってます。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。いいっす。はい、どうぞ。駅員さん、なんか松明持ってる。松明持ってますよ。それで、悪いやつは。あ、悪いやつはもうつけますから。これ悪い人全部つけますんで。ここは改札で、はい、じゃどうぞ。行ってきまーす。結構入るとボンボン、ここに我らのボンボケが、おー、すげー、伝説の剣がすげー町の中心にあるということで、いいじゃん。じゃこっちが本当はね、入り口でございます。こんな感じでございます。あ、すごいね、結構綺麗になりましたね、うん、東京駅じゃん。ちっちゃい。可愛らしい。ちっちゃい。可愛らしい、うん、でもなかなかいいんじゃないですか。そうですね、これ動画型でね。ということで、はい、今回は駅を作りました。はい、ゲストは前回に引き続きタカシーズ TV のタカシさんでございました。はい、次回もね、いろいろ夢のあるタウンを作っていきたいと思います。それではまた次回の、ボンボンクラフトでお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。